どうも、みつみついです。ポケモンマスターズ、皆さんやっていますでしょうか。この動画を撮っているのは、配信初日の夜なんですけども、今のところね、僕は結構楽しめております。このゲームですね、今までのポケモンのゲームに比べて、結構ね、トレーナーメインのゲームなんですが、今のところね、僕が一番好きなキャラはね、やっぱたけしファン1号、2号ですね。やっぱね、たけしのファンってああいう層なんだってことがね、発覚したというのはね、このゲームの功績なのではないでしょうか。あとね、ツイッターなんかでもね、よく見かけますけど、めいちゃん可愛いですね。めちゃめちゃ可愛い。このね、車輪みたいな髪型、めちゃめちゃ可愛いですね。あとね、あかねちゃんもね、可愛いんだけどね、弱いんですよね。あかね&ミルタンクって言ったらね、ポケモン金銀の頃散々悪さしてきたね、凶悪なコンビなんですけど、なんかそのしっぺ返しかなってぐらい、このゲームでは弱いですね。ね、本日はガチャをやっていくんですけども、課金せずにできる無償ガチャの10連と、課金した優勝ガチャ10連、どっちがいいの出るのかってのをやっていきたいと思います。ポケマスはね、課金必須ゲーなのかそうでないのかというのを検証していきたいと思います。課金しないとね、できないガチャでは星5のキャラがね、1体以上確定するんですけども、このゲームのガチャは他のソシャゲに比べると結構ね、排出率が優しいというね、お話なので、無償のガチャでも課金ガチャと同じかならたそれ以上のものが出るんじゃないかってことをね、今回ちょっと調べていきたいと思います。こちらがね、優勝ダイヤのみでできる、1回限定で星5が確定で1組以上出るというガチャでございますね。で、こっちが無償でも優勝でもできるっていう、価格としてはどっちも10連で3000ダイヤで、できるのでね、とりあえずまずは優勝の方からやっていこうと思います。キャラクターとしてはですね、カリン、ユウキ、ライチ、このあたりが強いらしいですね。だからこのあたり狙っていけたらなと。あと星4なんですけど、僕ラプラスがすごい好きなんで、カンナさんもちょっと欲しいですね。とりあえずこの優勝10連からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、優勝ダイヤを3000個消費して10連やります。よろしくお願いします。何気にこのゲームね、初ガチャなんで、ドキドキしますね。このポリゴンフォンをね、こういうの大体ロトムがやらされてたんですけど、今回ポリゴンがやってるんですよね。おい、いでよ。おろろろ、ポリゴンの鳴き声まんまじゃん。かっけえよな、この演出。お、来た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 。はい。お、私、ツツジと申します。この子、学んだことを生かして、なんだっけ。この子なんだっけ、知ってるけど、第何世代だっけ、なんかジムリーダーではあるよね。第何世代だっけ、ちょっとそれが思い出せねえ。知ってるのは間違いない。私、マイ。マイちゃん、あなたとの時間楽しみにしてる。この子に関しては完全に分かんない。なんだっけ、この子は何、オリキャラか。あ、この人はあれやな、 XY のキャラですね。 XY の、覚えてる覚えてる。 XY はね、実況したんで。はい、この人はルビサファだっけな。っていうか、今とこ星3しか来てないけど。おい、めちゃめちゃしょぼくないかこれ。はい、ダブったんだけど。おかげでまた一つ GC がダブったんだけど、ダブったらなんか強くなるんですよね。はい、私は鈴の氷タイプのジムリーダーよ。私の気合見せてあげるから覚悟しちゃったよね。今とこ星3しか来てないんですけど、すいません、優勝ガチャめちゃめちゃしょぼいんですけど、これ俺は四天王の芝、お芝だ。ポケモンと共に限界まで鍛え抜いたハイパーパワーを見せてやろう。芝ってくん、こんな感じの髪型だったっけ。若い頃の藤岡弘さんみたいな感じですけどね。おへそのあたりまでちゃんとしまってるんですね。はい、あ、ダブった。頑張った。このよく知らない子が、舞ちゃんで何だったっけな。はい、ダブった。すげえダブる。おいおいおい、私クリス。クリスちゃん、お、クリスちゃん星5なんだ。知りたいことあったら何でも教えてあげる。ちなみに僕はポケモンクリスタルバージョンをやっておりません。今でもワニの子は可愛いね。これどうや、星さんだらけだもんね。ていうか芝とクリス以外全部星さんか。
結構これなかなかの敗北者っぷりじゃない。なかなかの時代の敗北者っぷりじゃない。マジかという、まあ、優勝ガチャでした。続きましてね、私がコツコツ集めた無償ダイヤを使いまして10連やっていきたいと思います。ちょっと優勝がかなり不甲斐なかったから、ちょっと無償でちょっといいの引きたいですね。ちょっとあれはおっちゃん納得いかんよ。来た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 、来い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 、もう伝説キャラ出ろ。おい、第4世代になったっけな。はい、おお、星さん多いな。あれ、このゲームのガチャ良心的という話では。はい、おい、この動画で3回もお前の顔見ると思わなかった。成長したぞ。えい、おっと、ジムリーダーのナギちゃん第7世代。ナギちゃんは覚えてるけど、へい、おっと、ブーデ、この人は XY の人ですよね。 XY のかなり後半で出てきたと思う。こんなサンタクロースみたいな見た目だったんですね。なんか改めて見ると、はい、おっと、出た、ラプラス、ラプラスってかカンナさんね。いやでもラプラス好きなんでね、カンナさん欲しかったんで、これはありがたいですね。ただカンナさんの見た目ってなんか最近割と劇的に変わったイメージあるな。ほい、おい、おーっと、お星さんが、こういったフローゼルなんだ。はい、私の名前はモミ、モミちゃん、ポケモントレーナーよ。モミちゃんをモミ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 、ほい、おお、ダブった。今日の成果が現れたのかな。ふーむ、はい、アンズちゃん、毒のことなら何でもござれ、忍びのポケモントレーナー、うーん、へい、あら、おた、あらまあ、星5が出てる分、そうですね、星5が出てる分優勝ガチャの方が良かったのかなって感じですけど、どっちもちょっとガチャちょっと辛いっちゃ辛いですね、僕。というわけでね、想定したよりもね、ガチャが割と爆死したんで、まあ、こっそりね、もう一回課金してね、10連引いたんですけども、まあ、それをね、まあ、ご覧の通りそんなにっていう感じになりました。で、まあね、いろいろ調べたんですけども、僕が引いたクリスチャン&ワニの子、結構強いみたいですね。まあ、やっぱ言うて星5だけあって、まあ、単体火力が高いので、まあ、人によってはリセマだったら最高レベルっていう評価、になることもあるらしいです。なることもあるこの曖昧な言い方ねでね、このガチャ引いた後、まあちょっとねストーリーも進めたんですけども、今んとこねガチャ引かなくてもいいかもしんないですね。ストーリーで入手できるメイちゃん、ジュン、コロニーあたりがめちゃめちゃ強いんですよね。だからガチャ引かなくても現状だとストーリー最後までいけるっぽいですね。あとね、この後追加予定されてるグリーン&ピショットが結構ぶっ壊れの強さらしいので、それまでね、ダイヤとか、まあ、課金とかはね、ちょっと使うの待った方がいいかもしれないですね。僕はね、今回大好きなラプラスが出て、すごい嬉しかったんで、欲しいキャラがいたらガチャ回すって感じでいいんじゃないかなと思います。攻略だけなら多分いらないと思います。あとね、私の ID、動画説明文およびコメント欄に書いておきますので、友達申請していただければね、よっぽど怪しくない限りはね、承認させていただくのでよろしくどうぞって感じですね。まあ、僕もね、リアルに友達が全くいないので、こういうとこじゃないとね、こういうゲームのフレンドさえ増やせないので、何卒よろしくお願いいたします。ではね、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。ではでは。